2年前に参議院の広島選挙区で、河井案里さんって方が買収選挙で、公職選挙法有罪で議員失職しております。この時には町会議員に30万円、市会議員に50万円、現ナマがばらまかれたそうですけれども、こういう選挙を汚すようなお金の使い方がされた可能性もある。この問題だから、はっきりしてもらわないと、本当に国民の政治不信広がるばかりです。この問題、背景には企業団体献金があります。